あ、なんかおる。何しとん、君。ゆっくりしていくといい。どうせ出られやしないんだから。悟っとんな。何？ナンバーキー。店の内側に番号入力式のドアがある。番号がわからないので開けられそうにな。番号？おっさん、番号知らへん。変なところに番号式のドアがあるだろ。あのドアは普段使っていないんだよ。ハンバーガー屋を挟んだ向こう側に宝石店があるんだが、そこの店主が気まぐれに番号式のロックを取り付けちまった。バカ野郎ですね。どうしたらいいんですか。ロックのドアの番号、番号は宝石店の店主しか知らないよ。確か誕生石がどうのとか言ってたな。ロック解除のためのメモを宝石店で預かってるって言ってたが。誕生石、宝石のやつですよね。あ、誕生石のポスターあるよ。月ごとの誕生石を紹介するポスターだ。一応持っとこう。うわ、もうブヨブヨさんどこにでもおるやんか。ひろこ、ひろこおる？ひろこ、ひろこは、ひろこおるか。え、待って待って待って、ハンバーガーはって言ってた。違う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 。え、どこひろこ。おった、ひろこ。ちょっとひろこ、ここここにあるわ。ひろこ何してんの。ハンバーガーはどこだろうって。君、それどこじゃない。何してん、あれ、ハンバーガーどこだろう。パパが大好きなジーゼットバーガーを買って帰ったら、パパが戻ってきてくれるよね。喜んでくれるよね。え、でもパパおらんなったんやろ、もう。え、そうだね、きっと戻ってきてくれるよと優しく言う。いや、君のパパはもう戻ってこないんだと本当のことを言う。もうハンバーガーもパパのことも忘れようよと言う。ママが店の外で君のことを探しているよと伝える。でもこのパパのこと忘れようとか言うのあかんよね。どうしようかな。ママが探してたで。え、ママがいるの？ママが来てるの？おかしいな。ママは天国にいるっておばあちゃんが言ってたよ。え？え？ちょっと待って、え？ママ？ママ？ちょっと待って、ママは？ママ？あ、ママおらん。あれ？あの、ここにおったママどこ？ゆきちゃん、ママは？ママ。宝石店にあるメモ。宝石店ならすぐそこだよ。違う、ママ。これどうやって、今や。で、メモ書きを見る。見つけた。拾いますか。取っちゃいましょう。メモ手に入れた。どれですか。これですね。ペリドット、翡翠、エメラルド、ルビー。8月、5月、5月、7月。ペリドット8月よね。ちょっと待って、一回見るわ。ポスター、ポスター。ペリドット。ペリドットが8月よね。8月、エメラルド、翡翠、5月、5月、ルビー。オッケー。さすが、優秀！謎の特技。何してんの、ちょっと。泥棒。う、全部私のものよ。取り乱した女性が一心不乱に宝石を漁っている。タケベ、薄気味悪いのに黙って立ち去る。ここにいると危ないですよ。出ましょう。優しいのね。うわ、やっぱり関わりたくない。ちぇ、気持ち悪い。命大切に。一つあげようかな。え、マジで何くれるん。このグリーンの宝石は私だと思って大切にしてくれる。エメラルドですか。あなただと思って大切にするよと心から言う。あなただと思って大切にするよと心にもないこと言う。でもユキちゃん近くにおるけんな。心にもない。巨大エメラルドを手に入れた。エメラルド手に入れたん。よし。ユキちゃん、これでちょっと二人で暮らしていこう。ユキちゃん、ユキちゃん。ユキちゃん。ユキちゃん、ユキちゃんどこ、ユキちゃんどこ、ユキちゃん、ユキちゃん。痛い、ちょっとユキちゃん、ユキちゃん。さあ、行きましょう。何？うわ、うわ、うわ、閉めて。なんかあった？あそこ青いのふわふわ、なんかあった？あった。変なおっさんおる。何こいつ？ちょっと待って。リサ、ちょっと待って。おっさんおるんよ、ここ。待って。おっさん。何でも買い取るよ。あ、買い取るおじさんか。とりあえず、あの、修理してください、これ。服、パーカーなくなってんな。あ、やった、パーカーできた。ほんで、高い、なんぼ？ 1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、6000万。合ってる？とりあえず売っときましょう。ゆきちゃん、これで一緒に暮らしていこうな。オッケー、お金持ち。
これ警察官の服とかも高いんちゃうか？なあ、基本的にこう高そうやけど、警察官の服も一部のコスプレマニアには受けそうなので売っておきましょう。ゆきちゃんめっちゃお金持ちになってしもたで、どうする？結婚する？とにかく喫茶店のナンバーキーを開けて進みましょう。そうやな、開けてゼクシー買いに行こうな。任して。ペリドット、翡翠、エメラルド、ルビー、オッケーオッケー。めっちゃ書いてくれとるやん、優しいな。オッケー、開いた、開いたで。みんなありがとうわ、ありがとうわ。まだおるんかい、ブヨブヨさん。とりあえずあの人についていきゃいんかな。ゆきちゃん来てる？ゆきちゃん手つなぐ？ゆきちゃん手つなごか。ゆきちゃん手つなぐ？手つなご。ゆきちゃん手つなご。あら、リサどこ行ったん？うわ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 、ゆきちゃん置いてきてしまった。ゆきちゃん、ゆきちゃん、ゆきちゃん。もうすぐ地上です。なに？急いで。あ、よかった。そっちおるで、気つけてな。あ、地上地上。ゆきちゃん、ゆきちゃん、ゆきちゃん、ほら、着いた。ゆきちゃん、先行き。ゆきちゃん？ゆきちゃん、ちょっと。ゆきちゃん、めっちゃ余裕やんか。もうちょい、もうちょいバーって言ってくれてんやで。僕、恥ずかしいやんか。あ、着いた、着いた。なんだあれ？めっちゃおるやん、人。野人もアホほどおるぞ。何おる？何？わ！わ、何あれ？お花？え？来るわ！え、やば！やばいわ、ここいっぱい通るで。あかんあかん。おー、やるけん、空来るわ、光もすごいし。あ、やば。ゆきちゃん、パッパと逃げよう。もう他の人は知らんわ。ゆきちゃん、一緒に逃げよう。ゆきちゃん、逃げろ。ゆきちゃん、逃げろ。ゆきちゃん、逃げろ。全然こんな状況の寝言が多そうな、てんねん。みんな、みんなやばい、ゆきちゃんは。ゆきちゃんを救う。君たち、この車に乗って早くこの場から離れなさい。キーは刺さってる。運転はできるね。あ、できます、できるけど、もちろんですと言って、そう早速に乗り込む。ないし、え、俺が運転かよと思いつつ乗る。俺に車渡すなんていい度胸だと凄んで乗る。俺に車を渡すなんていい度胸だ。かっこいい、たくましい、たくましいバカカップルエコっぽい。早く乗って乗って乗って。いいから早く、早く出しなさい。無理無理、あんなに勝てるわけなかろうが。一人で止まってどうしようか。ごめんなさいと心の中で言いつつ発信させる。機動隊のことを気づかないふりして発信させる。ゲームオーバーになりたくないから容赦なく発信させる。ごめんな、ごめんごめん、ごめんなさい、ごめんなさい。行きましょう。この量一人で勝てるとは思わへんけど、行くわ。バイバイ、アデュー。え、え、なに、なに、誰？あ、カメラじゃなにこれ。あ、終わったステージ2。あー、なるほどな、おもろかった。未知の生物の襲撃に壊滅状態。最後ガメラ来たよな。近っ。あ、逃げろ逃げろさ、逃げろ逃げろ。何がバグったんか知らんけど、今日遅かったやつな、遅かったやつや。え、待って待って待って、あの共演ニュースに私の声入ってるんやけど、最悪やわ